船橋市では平和都市宣言を昭和61年12月に行ってから、平和に関するさまざまな催しを積極的に行っています。今週初めは毎年市民文化ホールで開催されている平和の集いの様子をお届けします。私たち船橋市民は世界の高級平和を願い、船橋市平和都市宣言の全文を読む朗読から始まった平和の集い船橋2016。世界の恒久平和を願うとともに、原爆及び核兵器の廃絶を目指したこの催しは、今年30周年という節目を迎えました。非常に地味な取り組みではありますけれども、こういったことを毎年毎年一つずつしっかりと続けていくことが、やはり世界の恒久平和、そして核兵器の廃絶につながる大きな力になるというふうに確信をしております。松戸徹市長の挨拶に続き、壇上に上がったのは総勢101人の市立船橋高校吹奏楽部です。ご家族の方や友人の方と、平和についての尊さや平和の大切さについてですね、話す機会になればということを願いまして、平和の集いを開催しております。会場を感動の余韻に包んだ平和記念合唱の後に行われたのは、広島市長崎市平和式典派遣者報告会です。そう思ったのではないでしょうか。船橋市は平和事業の一環として、平成5年から市民の代表を広島市と長崎市で行われている平和式典へ毎年交互に派遣しています。1分間の黙祷を捧げました。昨年は戦後70周年ということもあり、広島市と長崎市の両市にそれぞれ中高生5人と船橋市原爆被爆者の会の1人、合計12人が訪問しました。原爆資料館や被爆体験講話会で感じた原爆や戦争の恐ろしさなど、肌で感じた平和への思いを船橋に住む12人が語ってくれました。今なお人々を苦しめ続ける原爆、飯田さんが最後におっしゃっていた戦争になると人は判断を誤るという一言が胸に深く突き刺さりました。やっぱり一番印象的だったのは、被爆者の講話なんですけど、実際に被爆の本当に被爆を受けた人が自分の思ったことを話してくれたのが一番心に残りました。この原爆の悲惨さはもう伝えていかなければならないというところがすごく印象に残って、自分としてもこれからいろんな人とかに伝えていきたいと思って感じました。そこで説明されたことは、原子爆弾の部品に日本の製品が使われていたということでした。自分の国に落とされた原爆が自分の国の製品を使って作られたものだと知ったら、被爆されてしまった人々はどう思うのだろうかと、とても複雑な気持ちになりました。本とかで読んでいたんですけれども、それとはまた別との違った恐怖というか、もう戦争はしていけない、してはいけないという思いを強く抱かせる訪問でした。自分たちから、今若い自分たちの世代から絶対しちゃいけないということを伝えていって、平和に向けてみんなで歩んでいけたらと思います。派遣者によって語られる平和への願い。続いて壇上に上がったのは、船橋市原爆被爆者の会の岩佐美希蔵さん87歳。岩佐さんは昭和20年8月6日広島にいました。当時16歳、お母さんと妹と一緒でした。私たちは皆さんと同じような普通の人間です。それが戦争、そして原爆の被害を
受けた結果、被爆者という運命を背負わされることになったのです。若い世代の方たちにやはりつないでいかないといけない平和宣言だなということを実感しました。実際に現地に行ってみて、資料館も行ってみて、目で見、耳で聞き、体験することは大事だと思いますよ。ご一緒に頑張ってください。本日はありがとうございました。トマホン DC ルフィン閣下、それではどうぞよろしくお願いいたします。岩佐さんの語りに続き、グローバルな視点から捉えた講演会が行われました。テーマは、相互理解こそ平和な21世紀の第一歩。講師となったのは、テレビでおなじみ、西アフリカに位置するベナン共和国の特命全権大使を務めるゾマホン DC ルフィン閣下です。皆さん、こんにちは。日本に来て今年で23年目になるゾマホンさんは、テレビ番組に出演したのをきっかけに人気を集めました。それを機に日本で得た収入でベナンに小学校を設立するなど支援活動を行っています。ゾマホンさんは今回の講話で、日本と発展途上国のベナンを比較し、日本人が長く安心して暮らすためには文化を大切にすることだと語りました。日本人というのは、まず自分の国の歴史をよく身につけること、自分の国の文化をよく身につけることです。市民文化ホールで行われた平和の集い船橋2016。ロビーでは広島と長崎の原爆写真パネルが展示され、写真を通して戦争の悲惨さや命の大切さを訴えていました。核戦争はね、もう人類を死滅させるわけですから、絶対にやってはいけないという思いが、その子どもの時から育っていますね。いろんな人にもっともっと本当に真剣になってこう伝えていかないと、やっぱり平和ってきっと続かないのかなって。戦後71年が経過し、戦争を体験した人は少なくなってきています。戦争の悲惨さや平和について改めて考えてみてはいかがでしょうか。なお、今年は長崎市の平和式典に6名が派遣され、派遣者たちが目や耳で感じた内容は来年の平和の集いで発表されるということです。続いては、市内の駅を利用したスタンプラリーの様子とともに、利便性の高い船橋の鉄道についてご紹介します。今月21日、船橋9路線鉄道スタンプラリーの最終日を飾るイベントが船橋駅北口のお祭り広場で行われ、多くの参加者でにぎわいました。この催しは船橋市内の鉄道網を活用した初の試みです。 JR 船橋駅のほか、東洋高速鉄道の船橋日大前駅などの18駅に船右衛門がデザインされたスタンプが用意され、参加者は専用のスタンプ台紙にスタンプを押します。船橋市と市内に路線を持つ鉄道会社7社が連携して、今月1日から21日まで行われました。市内には JR 総武線、武蔵野線、京葉線、京成本線、東武野田線、新京成線、東京メトロ東西線、北総線、東洋高速線の9路線35の駅があります。これらの鉄道網を利用したスタンプラリーは、観光客の集客はもちろん、新たに船橋の魅力を発見してもらうことを目的としています。
船橋の、まあ、今まで行ったことない駅に、まあ、鉄道を乗って行っていただいて、まあ、鉄道を降りてその、まあ、降りた駅の周辺で例えばお店飲食店とか、まあ、観光施設とか、まあ、いろんなところに行っていただきたいと思いで、まあ、今回のサンプラリーを実施いたしました。最終日となったこの日のイベントでは18駅すべてのスタンプを押した来場者のうち先着300人に認定書や鉄道各社の商品と船右衛門グッズの詰め合わせなどが贈られました。全員押せて嬉しかったです。なかなか一つの市で9つもあるところってないのかなと思って楽しい夏休みの思い出になりました。東洋高速乗れて嬉しかったです。船橋はいろんな路線が通ってて人も混み合うし結構人が訪れやすい駅だと思ってます。会場ではその他各鉄道会社のブースが設けられタオルや文房具、キーホルダーなどのオリジナルグッズの販売、駅員の制服を着用した写真撮影会が行われました。中には実際に使用されたつり革や使わなくなった駅名板なども販売されていて鉄道ファンの注目を集めていました。非常に有意義なイベントだと思います。はい、当社でも非常にそのスタンプを押していただいたお客様がたくさんいまして、そして非常に我々も喜んでおります。地域の方々のために、東洋高速しっかり頑張っていきたいと思ってございます。口コミサイトで評判になりましたアンデルセン公園さんがあるということで今最寄りの駅は三崎駅なんですけれど非常にお客様が多くお見えになっているということでまた今ですねちょうど梨とぶどうのちょうど今出荷時期になってましてそういった観光農園の梨狩りぶどう狩りもございますのでぜひお越しいただければと思います。普段船橋市でも、影が薄いというか船橋市内にあるというのはあまり認識されてなかったんですけど今回のイベントを通しまして、船橋に小室駅があるんだっていうのを結構お客様に多く認知していただけたと思います。船橋市が制作する観光 PR ドラマ船橋市役所特案係第5弾主人公の菅南光が船橋の鉄道について調査を行うため、さまざまな駅を訪れ、船橋を再発見するという物語です。今回のスタンプラリーと連動した内容となっています。楽しいこともすぐ近くにあるんです。でも自分で探しに行かなきゃ見つからない。スタンプラリーとかどうかな？町と鉄道の魅力満載のやつ！今回初めて行われた船橋9路線鉄道スタンプラリー。今回初めて行われた船橋9路線鉄道スタンプラリー船橋が誇る鉄道網やそれぞれの駅とその周辺の特徴を楽しみながら知ることができるイベントとなっていました。スタンプを置いてある台の周辺にあるお店とかの紹介をマップの方でさせていただいてるんですけどもマップを見せると割引が得られるとかさらにこう事業の展開ができるような形で進めていければなと考えております。普段何気なく使っている電車ですが、船橋の充実した鉄道網を改めて実感できたイベントだったのではないでしょうか。また、いつも通り過ぎるだけの駅で降りてみることは、新たな発見にもつながりそうですね。では、最後にお知らせです。船橋ならではの優れた産品のブランド化を進める船橋セレクションでは、これまでに加工食品19品、工業製品、工芸品で4品が認証されています。今年度は工業製品と工芸品を対象として募集を行います。応募条件は市内で製造・製作されたものまたは市内の個人や法人自らが有する技術により製造したものであれば製造場所などは問いません。応募期間は9月23日金曜日まで次選・他選を問わず受け付けています。また他選で応募をしていただいた方の中から抽選で5000円相当の船橋産品ブランド詰め合わせをプレゼントします。熱意のある方のご応募をお待ちしています。それでは今週はこの辺で失礼します。